小林私の「私ラジオ」かっこ仮ということで始まりました小林私の「私ラジオかっこ仮ということで。 えまあね、いろんな人からね、話してみるだけの動画を撮ってみたらどうかと、そんなにおしゃべりが好きなんだったらね、インターネットの方でもそういうおしゃべりをしてみたらどうだな,なんて言われるもんですからね、えー、まあこういう動画を撮ってみようと思った次第でございます。ただ、えー、僕はおしゃべりがね、好きっていうのはね、会話が好きなわけであって、一人でペタペタ喋るっていうのはあんまり得意じゃないわけですから、まあこれは何を喋ったもんかなと思ったんですけどね、ちょうどつい先日、心霊スポットに行ったんですね。まあその話をちょっと今日はしようかなと思いました。えー、1週間、2週間くらい前ですかね。 3月の頭、まあ、かなり季節外れではあるんですけどね、ちょうど心霊スポット巡りをする番組を見てたらね、もういても立ってもいられなくなって、行きたくなっちゃいましたね。 まあ、場所は名前を伏せておくんですけど、東京の西の方、まあ僕んちの近所なんですけど、もう使われてないいわゆる旧トンネルってやつですね。えー、僕ん家から車で20分ないぐらいで、まあ、地元じゃかなり有名なトンネルなんですよ。なんか昔その近くで誘拐殺人があったそうで、まあ、もっと昔で言ったら、まあその中でそういうことが行われていて、まあそれでまあだって分かったんですけどね、皆さんまあ見に行くじゃないですか、若い人、老若男女ね、あのそういうところに興味がありますから、ばっと向かうわけですから、そういう人の念ってね、残るみたいなんですよね。で まあ中で何が起こったってわけじゃないんですけどまあね人によっては出るみたいな。 え話がありましてて、まあ、人ででって深夜2時ぐらいですかねトンネルの入り口に車を置いて、まあ、近所って言ってもその付近はね、なかなか近づかないですし、まあ、ただそこの道はね、外れて、あの主線の方の道をバーって行くと、僕の高校がね、帰ってた高校があるんですけど、ね、そこで曲がることなんてね、なかなかないですから、雰囲気もあってかなりその時点で怖いんですよ。まあ、ただヘッドライト消しても、まあ、その日は結構月が太ってまして、街灯なんて一つもないですし、トンネルの中も急トンネルですから、えー、電気なんかついてないんですけど、結構明るいんです。まあただ たただやっぱり一,子一人見当たらないまあ、怖いんですけど、まあ、せっかく来ちゃったし、まあ、気になるしで、すごい地元有名なトンルなんですけど、あの友達とかはね、それこそみんな大体行ってるんですけど、まあ、僕はね、怖くて行ったことがなかったんですね。で、まあ、お化け屋敷っていうのは苦手なんですけど、まあ、あれはびっくりさせてくる系の嫌さというか、まあ、その実際雰囲気がおどろおどろしいというか、まあ、そういうんだったら、もう大人ですから。 大丈夫っちゃ大丈夫かなと思いまして、まあ、そんで中にずん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 進んでいってさすがに中は何、まあ、て言うんですか田舎ですから田舎のトンネルですからグラフィティというかあのいわゆるねバックシーかもしれないじゃないですけどねストリートとかに繰り出してみるとね若いヤンキーとかね不良みたいな人が壁に渡たり落書きをする。 まあいうのがたくさんんあるんですよ、まあ、ねあのアートっていうにはなかなかお粗末なものがねやっぱり多い落書きっていう方が正しいのかなっていうのが多いんですけれども一つだけやけに目を引くというかまあうまいんじゃないんですけどまあかっこいいのがあったんですよ。 ね、まあなんかこうただフリーハンドで描いた感じじゃなくてまあおそらくステンシルなのかなと思ってまあステンシルっていうのは上から型紙を貼ってその上からスプレーをしてまあ同じ絵柄が出せるっていうのが、えー、そういう手法がありましてそれこそバンクシーとかもねよく使う手法だと思うんですけどなんとなくねパッと懐中電灯で照らしてよく見てみたらまあどう見ても線の感じがね、えー、ゆっくり手で引いている線なんですよただまあスプレーなんですよねまあそのスプレーの飛沫って言えばいいんですか あの終戦とまた別でボツボツっていうのが、えー、液体ですから残るじゃないですかそういうのは一切ないんですよこれおかしいだなと思って雰囲気相まってなんかまあすごいことなんですけどまあ怖くなっちゃってうわ嫌だなーとうわ嫌だなーと田舎は順次ばに思ったんですねでパッとそれから目を離して向かって奥へ向かおうと思って奥の出口の方に目をやったら出口付近の中央に人影があったんですよ まあ人間心底びっくりすると声が出ないっていうのは本当でもうヒュッみたいな声が出たんですけどそれこそ死ぬほど驚いたんです、まあ、ただやけに冷静な自分がいて、えー、近づいてみようと思っちゃったんですね、まあ、近づけば近づくほど当然影は大きくなるんですけど、まあ、影がずっと暗いままで、えー、人というか本当に人影なんですよねえー、まあ最初は何か物でも置いてあるのかなと思ったんですけど、まあ、その割に人間らしくイライラうごめいている あの立ちっぱなしの時に軸足を動かして体重移動させるっていうあの感じでもって動いてるわけですよ。まあ有名なトンネルだし、まあ、僕も一人でこの時間にいるし、まあ、いることにはいるのかなと思って、まあ、ただ相手がこ,、ね、こっちに気づく様子が全くないっていうのだけが気にはなってたんですけど、まあ、あと10メートルくらいかなってところで相手方がパッとこっちに頭を向ける動きをしたんですね。おようやく気づいてくれたかなんて思って、えー、手を振ってみたんですよ。 そしたらあちらも手を振り返してくれて、ああ、これはもう人間で、まあ、かそしてもう友好的な人間だと思って、一瞬放っとしたんですね。ただ、歩いてる途中でね、なんか気づいちゃったんですよ。僕は当然手のひらを向けて手を振ってるわけですけど、相手方はね、手の甲を見せて振ってたんです。 昔何かのテレビ番組で団体集団で拍手している中で一人だけ手の甲を合わせて拍手をしているのが人がいてまあこれは死者のサインだっていうのをね見たことがありましてこれはねもしかしたらまずいんじゃないかなとそこでようやく思ったんですただね背を向けてバーッと逃げて走り出すっていうのは怖いじゃないですかね万が一そういう人だったら失礼ですしね万が一の位置追ってきたらめちゃくちゃ怖いじゃないですかだからもう意を決して 久しぶりってその人の後ろの方に向かって駆け出してみたんです通り過ぎてみようと思って。 あの街中とかでね、人間違いしてお久しぶりなんつって、ね、挨拶をして、あれなんか違うなと思って、もう、あのね、とりあえずその人の後ろの方に向かってね、その人の後ろの方に知り合いがいると仮定して、ね、僕は間違ってないんだよ、恥ずかしい人じゃないんだよ、僕は変な人じゃないからねっていうのをあの演出するあれがあるじゃないですか、ね。あれをなぜかやったんですね。今思えばなんでこんなことしたのかっていうのは全くわかんないんですけど、まあ結構動転してたというか、それでまあ出口に、えー、パッと駆け出してみたら、僕の乗ってきた車があったんです。 まあ中古のワゴンワールで色はシルバーでまあちょっとボロボロなんですけどねよくある車ですからね一瞬まあ,あの人が乗ってきたのかなと思ったんですけどナンバーが同じで中覗き込んでみたら運転席とか助手席の感じとかも全く一緒で入り口に戻ってたんですねすっごいパニックになってもう帰ろう帰ろうと思って運転席にバーって乗り込んでエンジンをガシャってかけた時にねライトをパッてつけたり気づいたんですよ助手席にね乗ってたんですよカッパが乗ってたんです タバコ吸っていいなんて聞かれたんで、まあ、僕の車は僕が吸いますから喫煙 OK なわけですから、えー、うんと返しましてねまあスーと吸い出してるのを見てて、えー「カッパってハイライトするんだ」なんつったら「まあ、最近はみんなアイコスが多いかな」なんて言うもんでまあ流行りはどこの世界もあんま変わんないもんだなと思いました、えー、カッパだけに流れに乗るんですね「チャンチャカチャンチャチャチャンチャ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 